現状の感覚？想定それでは、皇帝はあらゆる厄災や事故、その責任を問われて、意識的に責任を転嫁していく先で、オーガさん、にぶつかって皇帝を、辞めさせられる。要するにオーガさんと皇帝が、同一の決定を出せばよく、その時、皇帝は不要になる。オーガさん、その決定は、戦争の結果、だ。現実を審判にした決定。最後の責任は、現実、に至るそれは、問題がない。それ、から、ずれた時点で、現実は審判を下す。はい、間違えた。罰則の、発生。誰が間違えたのか？皇帝、だ。逃げることはできる。ただ皇帝はやめだ。感覚、では、その都度、しばらくすると。戻ってくるのだが。今のところ、結果は一緒だ。オーガさんの決定に逆らうと？それはうっかりしたら、血を意味する。心理的な強行、疑念、その根っこに常にいる皇帝だが。あるいは巧妙？